こんにちマーティン。では、飲み役ボーイ、キングダックです。モーター電鉄情報。今回は、東北地方の物件についてお送りします。まず、東北地方といっても6件一気には紹介できないので、北と南に分かれて紹介します。まずは、青森県は、まあ、物件買えるとすれば、リンゴ、ごぼう、ニンニク、特にニンニクですね、あんず、あとはイカ、八戸せんべい汁、いちごに、あとは、十和田のあの焼肉、ホタテ、あとはマグロの物件、あとは菜の花の物件、たくさん、あとは、リンゴの物件、あとはねぶたに関する物件や、いろいろ、ございます。まあ、たくさん紹介しきれないので、青森県はここまで。岩手県はまあ、物件買い取者は小稲農場、小祝農場、あとは中尊寺金色堂に関することや源の頼朝、義経に関する物件など多数出ます。南部鉄器、さらに東部のかっぱ淵、かっぱに関するもの、わんこそば、あとは盛岡冷麺、じゃらじゃら麺、牡蠣、あわび、わかめなど、いろいろな物件買えます。他にも花巻の宮沢賢治記念館の物件も買い求めできます。さらにさらに花巻温泉の物件、あとはさらにさらに、どんな物件かを、あとはまあいろいろですね。はい、続いて青森、岩手。では、北と南に分かれてと言いました。青森、岩手、宮城県に分かれてでした。訂正します。宮城県はいろいろ物件買えます。牛タン、ずんだ餅、笹かまぼこ、そしてハウス食品のカレー工場、あとはまあ、こけし、物件買えます。あとは、気仙沼のフカヒレや、サンヤ、ワカメ、アワビ、そしてサンマの物件、あとは石森章太郎記念館も買えます。あとは、牡蠣の物件。さらには、伊達政宗に関する物件や、東北楽天ゴールデンウィングス野球場の物件、買い求めてきます。さらに、宮城県は他にもいろいろ物件ございまして、七夕祭りに関する物件も、買い求めてきます。いろいろ、さらには、登米のお米もお買い求めできます。鳴子温泉に関する物件も買えます。というわけで、東北3つの物件紹介。今回は青森、岩手、宮城からでした。それじゃあ、さよなら、バイバイ。